ゆかりの朗読コーナーナ著作権フリーの青空文庫の朗読をしていきます学問のすすめで有名な平成末期の1万円紙幣に印刷されている福沢諭吉さんが記載した文章を朗読します日本の男性はどのようにあるべきかという概念を熱く語っています 現代の福沢諭吉さんが作られた大学にて学んでいる人々は、創業者の心意気を学び直して、意志を継いで体現していただきたいですね。長文のため、上、中、下と三分割します。イントネーションとかフレーズ調整はしていないものとなります。日本乱子論、福沢諭吉、下辺、 しか、り、しかして、日本国中、その攻めに、人ずる者は、誰ぞや、内行を慎つまつざる軽薄男子あるのみ。この一点よりこう売れば、外国人の見る目以下などとて、その来訪の時に、家内の定裁を取り繕い、あるいは、外にして、都費の外観を飾り、または、交際の方にカビを装うがごとき、誠に、無益の沙汰にして、 警部を来たすゆえんの大元をばかくき、いたずらに末に走りてろうする者と言うべきのみ。これを例えば、大化功労の声援に、三階の珍味を連ね、主ク肉ンの豪糸竹還元の経全尽くしび尽くして逆を強をするその中に、主人は一人淡積らたいなるがごとし、逆たる者は、霊の厚木を、持って、この家に重きを置くべきや、 強霊は、霊調にして、謝すべきに、似たれども、何分にも、主人の身こそ気の毒なるありさまなれば、マローど主の礼儀において、非に発言せざるも、陰に霊笑して、警部の念を生ずることならん。老うして、こうなく、費やして、駅なき者というべし。されば、今、我が日本国が、文明の諸外国に対して、その交際の行使に論なく、 やえもすれば、胃のごとくならざるは、原因のあるところ、一にしてたらずと、いえども、我が男子が、特技上に警部を被るの一時は、その原因中の大過剰なるがゆえに、卑しくもこれに心尽きたる者は、片時も猶予せずして、その過ちを改めざるべからず。今の世界にいて、人生誰か時刻を愛せざる者あらんや、国のためとあれば、敬意に、 サタンをショウむるも、はばからざる派人情の常なり、内行を慎むがごとき、非常の深苦にあらず、在昔は、これをエむるの主囲、単に、その人の一心にありしことなれども、今は、即地一国の永熟に関して、さらに、重大のこととはなりたり、身を思い国を思う者は、深く自ら顧みる。 ところなか,るべからざるなり。日本男子論の一遍そのゲすでに長く真正面より男子の貧困を責めて一号もかさず水も漏らさぬほどに論じ詰めたることなれば世間無数傷持つ身の男子はあたかも弱点を襲われて春ルルに道なくただその心中にいい楽内きの太り締まり醜と言われれば醜なれども 詐欺・破ンチにはあらず、また、我が一心のありさまは、おのずから人に語るべからざる都合もあることなるに、書くまでに刻限せずともなどと、いささか不平もありながら、さりとて、なんと、答弁の字もなく、して、甚だ苦しきことなるべし。我が輩これを、ちら、ざるにあらずといえども、およそ、今の日本国人として、現在の愉快、後世。 子孫の幸福は、何をもって斎とするやと尋ねたら、は、独立の対面を維持して、日本国の英明を普及に伝うる、のほかなかるべし。しかして、この対面と、栄命とを春るにいささかにても、きすべきものはこれを取り、害すべきものはこれを除かんとするもまた、日本国民の身において、まさに、しかるべき史上なるべし。されば、 絶対の理論においては、人間世界の善悪横島性を、いかなるものぞと論究して、いまだ定まらざるほどの次第なれば、まして、男女の内行に関し、一夫一夫法と多彩多男法と、いずれか正しいずれか横島なる、もとより名男子型氏といえども、改略以来の実験により、また、今日の文明説に従うときは、一家の私のため、 国の公のために多彩多男法は一夫一夫法の良きにしかずかつ今日の世界は西洋文明の風に吹かれてこれに抵抗すべからざるの時世なれば文明の風に多彩多男を献起してそのこれを献起するの成り跡は甚だ美にして今日の人の家をなし国を立てるに最も適当しこれに反するものは 必ず害をこうむりて免れるべからざること、すでに明らかなれば、理論上の聖者はともかくも、一国、人民として、自国自家のために、決してカロンズべからざるの大義にして、すなわち、我が輩が、いかなる事情に合うも、断固として、一号をもかさざるゆえんなり、またあるいは説を作り、西洋文明の人と称するものにても、 その男女の内行決して気を指針なるにあらず、表面はともかくも、裏面に巡りて内部を視察すれば、醜くに応えざる者を推し、なぞ、必ずしも、一人日本人を咎めむ、るにあしらんなどいうものなきにあらず、これは、我が国の上流、ことに西洋化と称する一類の中に行われる現なれども、全く無力の貪じ公実たるに過ぎず、そもそも、 人生の気力を平均すれば、至って弱き者にして、八重もすれば観覧に適して、敗北すること少なからざるの常なり。しかるに、内行を清し真に維持して、不行を残ずる女なからんとするは、気力乏しき人にとりて、随分一何時とも称すべきものなるがゆえに、西洋の男女一人牧石にあらず、また、一人つわものにあらず、俗に言うな探しの筆法をもって、 その社会の鍵どころを摘発するにおいては、1100の修行修文、埋挙に孔あらず。我が輩は、親しく、その国人の言に聞きたることもあり、また、その著書、新聞史上に見たることもありて、誠に珍しからずと、いえども、しかりといえども、基本男子は、この西洋社会の修行修文を見分して、いかの感をなすや、これを醜くなりとするか。 はたびなりとするか吾が輩の機関と保するところはただその醜びの判断以下の一点にあるのみ日本男子鉄面ピなるもその目に映じて醜くなるものは醜に,にして醜なるものは美なるべしすでに醜びの判断を得たりしからそ即ちなぞその醜を去って醜につかざるや本来醜びは 自身のうするものにして、豪も他に関係あるべからず。いやしくも、我が一心のうちに美ならんか、未い万目の醜美は、もって、我が美を敬重するに足らず。あるいは、これに反して、我が身に、一点の醜を包蔵せんか、満点かに、無限の醜を放つものあるも、その醜は、もって、我が醜を清しむるに足らず。 またジョスルに足らず。されば文明なる西洋諸国の社会にも、なお、修行の盛んなるを見分したら、は、幸いにとって、もって、自制の材料にこそ供すべけれ、いかに自ままなる説を作るも、他の悪事を見て、自家の悪事をジョスルの口実に持ちんとするがごときは、我が輩の、断じて許さざるところなり。近く、比喩をもってこれを示さんに。 不貧乏によりて徳を害するも、取られつらつ毒に触れて身を害するも、その害は同様なるべし。しかるに、今取られつらつの流行に際して、我が保身の法を生かするや、天下の人改病毒に感じず、流行病は、天下の流行にして、西洋諸国また、しかりとのことなれば、もはや、我が身も自ら顧みるにこうあらず、共に、 その毒に伝染して、広く、世界の人と、病気姿勢を後にすべしとて、自暴自棄するものあるべきや、我が輩いまだ、その人を見ざるのみならず、その流行の、いよいよ、盛んなるに従って、自ら、かえむる、の方もいよいよ綿密にして、近親に近親をかうるは、世界古今人情の常なり。人生の身体とその精神と、 いずれをも軽しとしまた重しとすべからざる俳優までもなきことにして今内行きの太り締まりは人輪の大元を破りてまず精神を腐敗せしむるものなり身体を犯すの病毒はこれを恐れれること非常にして精神を腐敗せしむるの不貧困は世間に同行者の滝固めにと手自らこれを犯して罪を免れんとす。 無形もまた甚だしというべし。ゆえに、かの西洋化流が、欧米の著書、新聞紙など読みて、その影所の醜を探り、ややもすればこれを公言して、もって、命名の間に、自家の醜を満着せんと、するがごとき興奮を生んだ相撲、到底、我が輩の筆法を、春るるに道なきものと知るべし。日本男子の内子を太り締まりは、 その身に置いてすでに厭うべきもの、少なからざるなおその上に、古く宗族の久しき、醜を醜とせずして、木るを知らざるのみならず、甚だしきに至りて、その狼藉無常の挙動を見して、内落と称し、石面の中に、おのずから、得意の意味を含んで、世間の人もこれを許して問わず、上流社会に、では、その人を風流祭祀と名付けて、人物に、 一段の趣を添え、たるが、ごとくに見え、下等の民間においても、色は、男の働きなどいう通語を生じて、かつてはばかるところなきは、その依頼、けだし、一朝一夕のことにあらず。我が王朝文尺の時代に、その風をなし、玉の盃き底な気がごとしなどの語りは、今に至るまで人口に解釈するところにして、事後、武家の世にあっては、 古外平和のことにせわし、和食してないを治む,むるにこうなく、下って、徳川の知性に、宗教大いに、起こりたれども、つっかえだの流儀にして、内行の聖者は深く咎めざるのみならず、文化文政の頃に至りては、知性の極度、樹もまた、浮気分に流れて、洒落れ放誕をこととし、ことに、三とのごときは、その、最も甚だしきものにして、 儒者文人の草むら淵すなわち不貧行家の巣窟とも名付くべき悪風をなしついに徳川を終わりて明治の新世界に返事たれどもいわゆるシャレホの気風は今なお損してやまずかの洋楽者流のごときその学ぶところの事柄は全く樹林の外にしてたとえ西洋の宗教道徳門にイリラザルもその国人に接し その言を聞き、その書を読み、その風俗を視察するときは、ことのない実はともかくも、その表面のみにても、これを、日本の事態に比して、大いに異なるところある、お発明し、大いに、悟りて、自ら新たにし、受流しゃれの不貧困を脱却して、真摯のせいに帰すべきはずなるに。原稿一切西洋流なるにもかかわらず、うち行きの一点に至りては、 純然たる旧日本人の本職を失わざる者を押し、受けだし、社会一般の種族に生せられて、醜を醜とするの名を失うたる者にして、あるいは、これを評し、右心小僧の罪にあらず、無心に悪を犯すの具というも必らん。この点より見れば悪むべきにあらず、むしろ憐れむべきのみ。前年外国よりある気品の来遊したる時、 東京の紳士と称する連中がしきりに終戦奔走して、冷遇至らざるところなき礎の強王の位置として、不可の芸儀を集め、大いに下部を催して一覧に興し、来賓を凶に入りて満足したりとのことなりしが、身を言えばその芸儀なる者は、大抵不倫の女子にして、下部の芸を演ずるの傍ら、往々夕うべからざる囚行に身を汚し、ほとんど、 将棋に等しきやからなれば、もとより、貴人の前に面すべき身分にあらず。西洋諸国の上流社会に、てこの種の女子を戦しむは、もちろん、我が日本国においても、仮に、封建時代の諸侯を供するに、今日のごとき芸儀の株を持ってせんとしたら、は、必ず、不都合を、そう売れことならん。されば、かの貴品も、 その芸妓の何者たるを知らざりしこそ幸いなれ、もしも、内実の事情を聞くことも、ありしならんには、強王の満足に引き換えて、失敬無情を憤りしことなるべし。これとても、先の紳士連中は無礼と知りて行うたるにあらず、その平成において、男女貧困上のことはばいたって、手軽に心得。ただ、芸妓の容姿を喜び。 美なる子と花のごとしなどとて、特技上の私物たる修行不倫の女子も、清し新上品なる良家の令嬢も、大道将尉の勘をなして、さては右のごとき大間違いに陥りたるものならんのみ。我が輩は、直ちにその人をとがめずして、我が囚族の太り締まりにして、人心の栄さとしならざるを探索するものなり。これを要するに、今の紳士も学者も不学者も、 全体の現行の交渉なるにかかわらず、貧困の一点においては、不釣り合いに過等なるものを多くして、続言これを表すれば、巨座に出されぬ下郎と称してかなるがごとし、下流の間に本して、正老の酒に酔い、別荘昇託の開縁に、出入の芸儀をメすがごときは、通常の人事にして、花肌しきは、大切なる洋弾も、酒を飲み気におどけ。 ルルの傍らにあらざれば、男者相互の関心を結ぶによしなしという、醜きわまり的と称すべし、数百年来の囚族なれば、これを、国に、トガム、ルは、無益の断に、似たれとも、今の日本は、これ日本国中の日本にあらずして、世界万国に対する、文明世界中の日本なれば、いやしくも、 日本の栄誉を重んずる詩人においては、少し苦心するところのものなかるべからず、試みに一例を挙げて詩人に問わん。君らが、いわゆる政界に、例のごとく清兵弊酒,酒を飲み、独特談笑するときは、もちろん、時としては、親戚、ホー男女団らたるない宴の席においても、一座少し苦境に入るとき、杯盤を狼藉ならしむる、者は、 君らにあらずして誰ぞや。その狼藉はなおかなり、主席の一興、かえって面白しとして助すべしといえども、座中やえもすれば、三三五五の軍をなして、その段、花町柳千たのことに及ぶがごときは聞くに答えず。そもそも、その下流の段をなん難んするは、何を淡じ何を笑い、何を問い何を答え売るや。別品といい色男といい。 愉快といい失策というがごとき、さまざまな介護醜とを交え用いて、いかなる談話をなすや。水峡喧嘩の殺風景なる、もとより伊藤べ氏といえども、下流団の影醜くなるは、水峡の日にあらざるなり。もしも、外国人の中に、日本語に通ずること最も巧みにして、談話の意味は、もちろん、 その語気の微妙なる部分までも、英里氏に返し得るものあるか、または日本人にして、外国語をよくし、いかなる日本語にても、その真面目を外国語に移して、こうも謝らざるものありて、君らの談話を、1より10に至るまで残るところなく、通弁しまた翻訳して、西洋文明国の中人以上、飛新式上してこれを聞かしめ、また、その訳文を読ましめたら、は かのし女は、果たして、いかの表を下すべきや。一切の事情は問わずして、ただ、吉祥の、あまりに、日本の紳士は下廊なりと方言し去ることならん。君らは、知る、評論をこうむりて、果たして傷る女なきか。西洋諸国の上流紳士学者の集会に断章自在なるも、果たして、 君らの式醜語を放ってはばからざるものあるか我が輩のいまだ知らざるところなりけだし文明の社会にはかつて聞かざるところの醜語にてありながら君らが常にこれを語りてはばかるところなきは日本のことは外人の知らざるところなりとして強いて自らやすんずることならんだれども前説に言えるごとく今日の日本は世界に対するの日本なり いやしくも、国を国として永塾の所在を知る者は君らの原稿について不平な気を得ざるなりまたささいのことなれども手近く一例を示さんに時事新報史上に折々英語を記して訳分を添えたる西洋の落語また滑稽団のごとき者は読者の知るところならんこの文は西洋の新聞紙等より抜きたる者にして 必ずしもその記事の身に首を選ぶにあらざれば時々方外千万なる万語方言もあれども人生のうち行に関するの身に苦談すなわち俗に言うもがかりのこととてはかつて一言もこれを見ずその叱るゆえんは役者が心を用いて特に避けたるにあらずして原書中を求めて知る身に苦談に見当たらざればなり今仮に 西洋の現象を離れて、これに益売るに、日本流の落語滑稽をもって線として、その種類を集めたらばいかなるものを得べきや。だんがら必ず、肉体の区域に入りて、見苦しく聞き苦しき者は、十中の七八なるべし。筆教、我が人文の、なお、未だ疲労を免れ、ザルの証として見るべきものなり。しか、り、しかして、 この日本流の落語なりまた国慶団なり特に下等の民間に行われる疲労なればなお女すべしといえども堂々たる上流の主君子と称するやからが自ら疲労を犯してまた疲労を語り無肉衆を世界に放つがごときは国民の標準たる主君子の特技上において春るべからざるの罪と言うべし本編の趣旨は初段の冒頭にも言えるごとく 日本男児の貧困を正し、その高きにかぐる頭を取って抑え、男女両性の地位に平均をエセシメントするの目的をもって、論糸口を開き、人間道徳の根本は、夫婦の間にあり、世間の道徳論者が慈愛博愛などと、でその特質を論ずる者あれども、本来、私徳高徳の区別を知らざる者なれば、おさむ徳に前後関急を誤ることをし。 私徳は、高徳の母にして、その私徳の根本は、夫婦家におるの代輪にあり、しか、り、しかして、古く世の中の実際において、常に、この代輪を破る者は、男子にして、我が日本国のごときは、その、最も甚だしき者なれば、多才法、断じて許すべからず、知る、修行を犯す者は、一家の不幸を醸して、災いを、 後世子孫に残すのみならず内公太り締まりは秋分を世界万国に放つものにして自国の名声を害するの罪人となり云々とて筆法の向かうところはまっぱら男子にして夫人の地位いかに論休したることなしそもそも我が国の夫人を男子に比較するときは全く地位を異にし許可内実の権力はともかくも古外交際のことに至りては すべて男子のためにもっぱらにせられて、夫人はあれどもなきに異ならず。特に男子が多彩の習行を犯して、夫人の情を痛ましむる合き、ただに慈愛に変するのみならず、支局私欲の最も甚だしきものにして、さらに一言の弁論あるべからず。我が輩は常に世の道徳論者の言を聞き、論者が特に この大切なる一点を馬形警官化して、あたかも不問に付する者、王旗を見てひそかに怪しむのみか、その虫を霊賞するほどの次第なれば、大いに、夫人の地位を押して、これを甲所ところに進め、もって男子にきっせし、面とするの公安なきにあらず。徹頭徹尾、今の夫人と今の男子とを相対称して、今の関係に荒らしむるは、我が輩の。 あくまでも喜ばざるところなれども、目を転じて一方より考えうれば、本来仏の皇帝、強弱、大小等は、相対の関係にして、絶対の義にあらず。高き者あればこそ、低き者もあり、強大あればこそ、小弱もあり。ゆえに、今、婦人の地位を引くしというも、男子の地位を引き下げて、並行するにいたらしむれば、 男女の権力平等なりというべしあるいは夫人は今のままにして男子の地位をして一層の下につかしむれば女権特に高しというべしこれすなわち我が輩が一人男子を目的にして論法を差し向けたるゆえんなりしかるにここにつっかえ大学の古流に従って女子のために特に定めたる教義ありその義は 書書に記して、大きな禍について、我が国普通の章、女大学と称し、女教の対応を述べたるものなるが、書中往々不都合にして、解すべからざるものなきにあらず。例えば、女子の天性を男子よりも劣るものと認め、女は陰性なり、影は、暮らしなど、漠然たる精神論を根本にして、説を立ちつれがごときは、ボバン無形と称すべきなれども、 その他は大抵介助士を戒めた流言の濃厚なるものに過ぎず我が輩がかつてざれに個人の教えを表し町屋の売り物にかかちょくあるがごとしと言い,いしもこの辺の意味にして女大学の濃厚過酷なる文面を正面より受け取りその極端を行わんとするはとても実際にかなわざることなれどもさりとて 教えの言として見れば道理にさつっかいあるべからずただ一人女子のみを責めむることなく男子をもこの教えの範囲内に入れて慎むところ荒らしむればその主義甚ははだびなるものを推し例えばその分の大意に嫉妬の心あるべからずというも片落ちに婦人のみを責めむればこそ不都合なれども 男女双方の心得としては争うべからざるの格言なるべし。また、かしましく多言するなかれ、万里に外出するなかれというも、男女共に、その程度を、かぐるは誉れむべきことにあらず。また、みこけきに迷うべからず、衣服無限に従うべし、年少なきとき、男子とわえれわいれしくすべからず、云々は最もかなり。また、 夫を主人として敬うべしというは、女子より弦を立てて一方に変するが、故に不都合なるのみ。けだし主人とするとは、敬礼の極度を表したるものなれば、男子の方より夫人に対し、夫婦の間は、必ず敬礼を尽くしただに、そのうち君を信愛するのみならず、時としては、君にこと裏の礼をもって、これを接すべしといえば、夫を主人とするの語りも、 またされば我が輩夫人の地位を高くするの議論は満腹いつるるがごとくにしておのずからその方面もなきにあらずといえどもこれは他実に譲り今日の目的は今の夫人の地位をはそのままに差し置き女大学をも大抵のところまではこれを潰さずして帰って男子をしてこの女大学の主義に 下側締め持って男子の貧困を正して双方を平行の点に維持線とするにあるものなり今そのしかるゆえんの理由を述べんに夫人の地位の定期とは男子に対して低きことなればこれを引き上げて高きところにおかんとするにあたり第一着に浸透に浮かぶものはとにかくに 今の夫人をして、今の男子のごとくならしめんとするのしそうなるべし。しか、り、しかして、その男子のごとくなるや、知識気力の新鮮強弱以下のあたりに止まり、もっぱら精神を練るの教えを、主として、当局の夫人においても、その範囲を達せざれば、花だよしといえども、文明のことは、有形の門より入る者大きな例なれば、夫人の教育についても、 その形を先にし、まず、衣装を、改めて、文明の風を装い、交際を開いて、文明の政治を学び、ひたすら、外国夫人の所業にこぐうて、活発を気取り、外面の虚色を張りて、帰って、理面の身を忘れ、活発は、ようやく武作法に返事。巨色は、ついに、家計を管から締め、いだ、西洋文明の精神を得して、 早く、すでに、自戒伝の美徳美風を失うこと、なきを期すべからず。これらの弊害は、事物の鍼灸交代の際に、多少免れるべからざる者として、これを忍ぶも、ここに忍ぶべからざる派、その弊害の極度に至り、今の夫人が、男子の挙動に、公安として、今の日本男子の貧困を学ぶがごとき、ならばこれを生かすべきや。 日本国人の貧困日ならずといえども、なお、今日までにこれを維持して、その醜くを覆い、時として、清志新技列の光を放って、我が社会の栄養、地に、落ち着ること、なからしめたるものは謎や。ただ、良家の婦人女子あるのみ、現に今日にあっても、私特貧校の一点に至り、我が日本の婦人と西洋諸国の婦人と相対するときは、 我に傷る所なきのみならず、往々上々にして、かの夫人の脳癖ざる情欲し、その答えざるところに答え、彼をして斬しせ、しむる、ものさえ少なからず、内外人の共に許すところにして、すなわち、我が大日本の国交として誇るべきものなり、もしも、年来日本乱子をして、その就航を欲しいままにせしめて、一方に、 良家不徳の臨死かたるものな、からしめな場、我が社会は、ほとんど暗黒世界たるべきはずなるに、幸いにして、その死からざるは、これを、良婦人のたまものと言わざるを得ず。しかるに、今日において、未だ、男子の本意をおばくするの名は得ずして、まず、この良家の婦女子を誘うて、有形の文明に入らし、メントス、果たして危険なかるべきや。 虚は志を移すという。不女子の精神いまだ堅固ならざる者を率いて、有形の文明に導くは、その虚を演ずる者なり。その虚すでに演じて、その志はいかに移るべきや。近く例えを取り、今日の婦人女子をして、その良人不敬の貧困を学ぶことあらしめたら、は、まあ、これをいかんせん。試みに、男子の教理に、 その次第の図面を描き、我が妻女が、まさしく我に恋、い、我が下流に、老けると同時に、彼らは緑印にざれ、昨夜、自分は、信仰家に帰りて面目な仮死が、今夜は妻女どこに行きしや、その場所さえ、文明ならず、などの祈談もあるべしと想像したら、は、さすがに、来楽なる男子も、残機に応えざるのみならず、これは、余興のために、 大変なりとて、自ら正然たることならん。しかるに、不女子の志の有形無心の文明に誘われて、ようやく活発に移るの最中、あるいは、この想像画をしてみならしむる、亡きを期すべからず、恐るべきにあらずや。男子の不貧困は、すでに日本国の災い源たり、これにかうるに、女子の不貧困をもって、す、国のために、 不幸を二重にするものというべし。男子社会の不貧困にして、帰還するな基礎のありさまは、火の方に燃えゆるがごとし。特教の急務は、百獣を投げ打ち、まず、この火を消すにあるのみ。婦人の地位を交渉にするの心案は、あたかも、我が国未曾有の家屋を新築するものにして、我が輩もとより意見を同じうするのみならず、あえて、 発起者中の一部分をもって自らいるものなれども、満ラタルタ大カの消防にせわしわしくして、なお、いまだ新築にこうあらず。ゆえに、今後は、我が輩の出力のあらん限り、読者と共に、この消防法に従事して、まず、夫人の。